こんにちは。こんにちは。整備棟のシムちゃんとぴょんちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、はい、フィッティングについてぜひちょっと言いたいことが言いたいことがある。言いたいことが、発信したいことがあって、はい、じゃあよくメガネがずれるってあるじゃないですか。はい、ずるずる下がってくる。はい、どこが悪いですか。これはどういう目線で答えればいいな。お客さんもうずるずる下がってくるのは、うん、お客さん目線で答えると、うん、鼻。あ、ダメ。そうじゃないんです。じゃあどこか。この耳の部分なんじゃないか。じゃないか。この引っ掛ける部分。はい。この引っ掛けが甘いんじゃないか。はい。はい、バツです。バツ。鼻も耳もバツ。もうバツ。もうどこも当たってないよ今。はい、バツなんです。幅。お、幅。はい、大正解。あ、やった。そう、幅が大事なんですね。ただ幅をきつくすればいいわけじゃない。あ、そうですね。これはまだ何も調整してないメガネです。この顔の幅に実はぴったり合わせるっていうのが一番重要で、シムちゃん先生的には、先生的にはね、的に、シムちゃん的にでもないまあこの耳の引っ掛け、鼻の当たりっていうのもすごく重要な部分ではあるんですけど、うん、まずは顔の幅を合わせましょう、うん、でも多分本当に真っ先に思い浮かぶのは多分鼻とかね、この耳のカーブとかの方が多分、うん、真っ先に思い浮かぶと思う。僕も多分メガネ屋になって結構序盤の方はそこの方やっぱり ね重視してたんだけど、実際に習っていくし やっていくとやっぱりいかにここの幅が大事かっていうのをやればやるほど分かったので、うん、今日はそんな話です。幅が大事だ。幅が大事だよ、はい。まあ、なんで幅が大事なのかっていうことです、はい、じゃあみんなちょっとここに柔らかいボールをボールをちょっと想像してイメージして、はい、でお箸でつまんでください、はいはい、やってます、はい、こうギュッとつまむ、はい、でも強くつまむとボールはポンって、うん、プンってね、プンってなっちゃうね、うん、じゃあどうしよう。でも緩くしたらポトって落ちちゃう、ね、うん、この絶妙な力加減によってのボールをお箸で、あ、そうですね、いい例えですね、うん、それ初めて聞きました。これ実はメガネにもまあ当てはまるところがあって、うん、確かにこの幅がきつすぎるとメガネがこう前に飛び出る、うん、この顔がボールだとしてメガネの幅が強すぎると飛び出るっていうと下がってくる、はい、なので幅をそのお顔に合わせてぴったり合わせることが重要です。幅を、まあ、顔の、ね、骨格に合わせなきゃいけないんですけど、この売られてるメガネっていうのはだいたいまっすぐ、はい、こうなってます。ま、はい、っすぐになってて外国人のような骨格にぴったり合うような設計になってるんですね。で、日本人の骨格っていうのはここから見るとね、この頭頂部をこう上から見たときに多分全然わかんない。今見たけど全然わかんない、ね、アメリカ人とかヨーロッパ系の骨格っていうのは縦に長いんですよ、ね、そう、こうね、楕円じゃないけど、で、日本人の骨格、まあ、アジア系の骨格っていうのはこう四角というか丸というかね、うん、こう潰れているような骨格が多いっていうのが一応は強み。その骨格に合わせるためにだいたい幅とすればちょっと広げます。まずこんな感じでだいたいちょっとハの字のような形に広げてあげて、この腕の真ん中ら辺を少しずつ曲げてあげます。ちょっとカーブをつける感じですかね。こんな感じ、うん、比べてもらうと
で、まっすぐ。うん。あ、わかります。ちょっと丸くなってるんですよね。で、この丸くなってるようなフレームの幅にしてあげると、意外と日本人の骨格に合いやすくなるんですね。うん、あとはもうその人の幅。まあ、お顔をこう真ん中でね、こう割ってみたときに、こっちが広い人もいるし、こっちが広い人もいるし、同じ人もいるし、一応人によって顔の幅っていうのはもうみんなバラバラなってくるので、それを見ながら幅をこう、あ、この人は右の幅の方がちょっと広いな、右をちょっと広げよう、左をちょっと狭めよう、やって最初に幅を合わせます。で、幅がぴったりになった時に耳と耳のこの曲げの部分ですね、とお鼻の部分もしっかり合わせるようになってきます。一番大事なのはまず幅、幅をぜひそう、あのメガネ専門学校とかのフィッティングの勉強とか授業に出るとやっぱり幅が大事っていう話がかなり出てきますね。ほとんどの人が左右非対称なので、うん、基本的にはどっちかが広いとか、目の高さもどっちかの方が高いとか、うん、耳の高さもどっちかの方が高いとか、どこかしらが多分ちょこっとのズレはあるはずなので、こうきちんと見ながらやってくれるスタッフってのはいいスタッフだなと思いますね。顔がまあ均等じゃない人として、こっち側が広いとして、そのままこの左右同じ幅のメガネをかけると、幅が狭い方がだけがこうグッとこうグッとこっちだけ出るようなかかり方になって、うん、なんか気持ち悪い。なんか片方だけここが痛いとか、ね。そう鼻がそう片方だけ当たっちゃうとか、あの本当によく多いのが片方だけ鼻に跡がつくよっていう方で、鼻直さなくてもいい場合結構あるんですよね。うん、そうここを直すんじゃなくて、実は幅を直すと解消することとかっていうのが結構あるので、そこまできちんと見てくれるメガネ屋さんっていうのは。と出会うといいですね。いいなと思いますね。いい、はい、実際この後ろ、こめかみから後ろの部分、あとお耳の後ろ、ちょっと触ってみるとくぼみみたいのがあるんですけど、わかるかな？自分じゃちょっとわかりにくいかもしれないけど、わかりづらい。一応この後ろの方っていうのは筋肉も神経も、あとは太い血管とかも意外とそんなに通ってない部分になるんですね。だからメガネのつるを当てても痛みが感じない。逆にこめかみとか耳の後ろとか鼻のこの部分とかっていうのは血管も神経も通ってるんで、ここに強く負荷をかけると痛みが発生するんですね。メガネかけると痛いよっていう方はまたちょっと幅を見直して、で曲げの部分とかを緩やかにしてあげると楽なメガネになると思います。この話も選ぶフレーム次第のところもちょっとあったりする場合もあるので、うん、変な話、幅が全く調整できないメガネっていうのもこの世の中には存在してる、のでやっぱりそのあたりっていうのはフレームの選び方のところでもポイントになってくるかなと思いますね。快適具合が後々変わってくるところですね。幅はかなり大事です。メガネ選びの際には幅と、その幅をいかに自由自在に動かせるスタッフに出会うかどうかにそうですね、ぜひちょっとね、買う時に幅いけるって聞いてもらえると、メガネスタッフにちょっと聞いてみて。ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。